おはようございます、今日は1月の10日ライブ配信を開始いたしました。ライブ配信をしたものをポストプロダクションして、そのポストプロダクションしたものを流していくということを私は考えておりますので、その辺のところで、うまく OBS で流しても流れなかったり、皆さんご存知の通り OBS というのはソフトでもって動かすものでございますので、ところが ATEM Mini とか Web プレゼンターというのはハード的に動かして、データを送っていくということでございますので、その辺の違いを現在いろいろとテストをしているというところでございます。今日は ATEM Mini OBS の方はうまくいきませんでして、 ATEM Mini の方から配信をしていると。だけれどこのオンエアというのが通常ですと ATEM ストリーミングブリッジに流されて、行くものなんですけれども、このオンエアしている場所は YouTube ということでございますので、こちらのサブの方のモニター返しの方返される映像というものはもうYouTube の画面だけということになるかと思います。それと配信の状況をこちらですよね、この画面、これは私の YouTube の YouTube というかホームページですね、ホームページのもので、確認しております。それでは今日の本題に入ります。今日の本題は1-1カメラです。はい、PTZ カメラですね。明日ですかね、私のところに届くのがこのアバ社の PTZ カメラでございます。で、この PTZ というのはミキサーを操作しておるという4人でもって映像を作っているところを拝見いたしました。やっぱりこれは衝撃的でしたね、私にしては。それで、これですね、これは音声の方だと思うんですけれども、音声の方の4チャンネルの音声をミキシングしている、ミキシングしているというか、状況に応じた音声を、合わせて、周辺環境の音も考慮されて撮られているんではないかなと、私なりに判断しておりました、おります。でこのブースでもってインタビューしている人たちのクール4名を見て、やっぱり取材して映像を撮るということの難しさというか、そのチームワークとでも言うんでしょうか、そういったものが非常に衝撃、私としては衝撃的なそういうシーンをこのインタビューというところで見ることができました。やっぱりここまで追求していくという姿勢を私も今年は持っていきたいなと思っております。カメラを4回目に切り替えます。こちらですね、このビデオナビズネットの撮影のワンショーでございますけれど、これをもって、今年は撮影をしていきたいと思います。それだけ、自分自身のノウハウあるいは知識を深めてインタビュー、あるいはそういうスタジオも含めあらゆるところで、映像を構築できる、結局照明さんとか音声さんとかカメラ、みんなそれは一心同体なんですよね。その人たちの気持ちが一緒になって、対象のものを映像化すると、この映像化するという技術はますます複雑になって行動になっていくかと思います。でそれがこの PTZ ですね、この明日PTZ カメラが私の手元に入ってきますけれども、これでもって、ちょっと考えていきたいなと思っております。
以上でございます。今日1月10日のライブ配信を終了いたします。ご拝聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。